こんにちは、僕監督と申します。ウイニングイレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日手に入れた FP カリド・クリバリなんですが、能力の方を見てもね、かなり高くて、ディフェンスセンスが高く、さらにね、スピードも88とね、もうすごい能力高いんですよ。で、身長も195センチということで、今作最強クラスのセンターバックなんじゃないかなと思います。はい、今日はね、この選手使ってやっていこうと思うんですが、まずですね、レベルをね、ちょっと、センターバックね、久しくというか、未だに今育成枠の選手が来てないのでレベルトレーナーがたくさん余ってるんですよね。それをね、どんどんね、壊してやっていきたいと思います。はい、では行きましょうか。スモーリング、シュクルテルだけちょっと足りすかね、ダメです。はい。シュクルテル。センターバック、はい、ここですね、パブロ、この辺、はい。どんどんこの辺は行きますよ。ちょっと、結構ね、センターバックいるんですよね、こういう感じで。OK、行こう。どのぐらいかな。今で1万でしょ。これちょっと能力爆発することも考えて、微妙にね、ちょっとこれぐらい、はい、食わしていきます。はい。おお、これはもうレベマの予感しますね。もうめちゃめちゃレベル上がったやん。さあ。ちょっと無理かもしれないな。何もなかったっけ ?42 ぐらいはいける ?42 やったっけ最高。まだ行きますね、これ。40? 43。上限いったか？上限行きましたね、これ。では、早速ね、カリド・クリバリ、レベマの状態見ていきたいと思います。ちなみにね、僕これ、レベマにするの2人目ですね。いきなりね、副兵現るみたいな感じですけれども。うお、強え。やばいっすね、これ。OK。ついでに何かつけときたいとこやけど、でも特にいらんかな。センターバックやしね。はい、それじゃあね、試合の方やっていきたいと思います。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートからまずは見ていきましょう。レートの方779の方ですね。勝率が 43.2% でちょっと悪めですね。はい、うちのチームを見ておきたいと思います。現在レート799、800陥落しております。この試合でね、戻れるように頑張ってやっていきたいと思います。勝率が 46.5%、だいぶ下がってきましたのでね、ちょっとビシッとね、気合い入れてやっていきたいと思います。さあ、なんかね、今週からね、プレミアがね、終わったということで、プレミア勢がね、調子 C で統一されてるんで、ちょっと調子の悪い選手とかも、ちらほら見られだしたなっていう感じですね。OK、行こうか。バンバとかいらんかもな。なんかもうちょっとしっかりスカッと組みたい気がしますけどね。キャプテン変えましょう。クリバリキャプテンできるんですよね、いきなり。いきなりキャプテンさせるか。そうですね、そうしましょう。それかペペにさせるかってとこやけど、やっぱりクリバリですね。FP クリバリ。かなり嬉しかったですね。左のコーナーキックはもちろんデブライネ。で、センターバックにしてるでしょ。コンセプトアレンジも、ちゃんとついてると思います。大丈夫。あとは、何もない。じゃあやっていきますか。一応答え枠としては、ここ、そしてエルシャラビの3人ということでね、考えておきましょう。はい、それじゃあ行こうか。FP ンバッピーいますね。僕のアカウントね、ディズニーのジダン監督がね、一向に出てこないんですよね。別に使おうとは思ってないんですけどね。一応ね、ネタとしてちょっとね、毎回見に行ってるんですけど、やっていきます。GO！はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。山田 VS ボカとゲームチャンネル。アウェーです。さあ、行きましょう。一気にね、レベルマンになりましたからね、クリバリ。ちょっと楽しみです。さあ、オバメが行くオバメ。先週ぐらいからかな、なんかだいぶ AI がなんかバカになってるとかいうね、噂がね、結構出てますが、OK。おい、よし、ナイスパス。いいよ、ナイスパス。OK、いい、かなりいいぞ。取られた。カンティングに取られた。やばい。取れる。いや、取れない。取れてないわ。取れる。さあ。そう、無理か。取れるぞ。おっと、取れる。よしよし、いいよ。おい。いいね、ムバッペ。いける、メッシ、ナイス。フリーになってる、フリーになってる。フリーになってると思いきや、よいしょ。デブライネ、ナイス。先生、抜擢してよかった、デブライネ。携帯がポン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 うるさいな、今日最近。お、またなった。なんか知らんけど、ツイッターがすごいなるようになりましたね。なんでなんでしょう。フォロワーが増えたかな。嬉しい。フォロワーが増えたかな。フォロワーって言ったらおかしいな。フォロワーさんが増えたかな。我が名はクリバリー、ちょっと我が名はクリバリー来た。いけ、攻め上がれクリバリー、攻め上がれ。これは自分たちのサッカーがしやすくなっていいよ。ああ、なんてこったい、なんてこったい。オッケー、ナイス。しっかり取れる。おお、ナイス。取れるよ、取れるよ、それも。おいしょ。気合いの気合い、気合いだ。よし、ナイスクリバリー。おっしゃ、いいぞ。おいしょ。こっちだ。なんでやねん。ちょっと思ったところと違うところにパスが出てるわ。うわ、手玉に取られるメッシ。よいしょ。おいおい、大丈夫だよ、クリバリがいってる。ほら、強い。まさにまさに破壊神。オッケー、ナイス。さあ、クラッシュしてやるぜ。ほら、ナイス。うそーん。ぴったし踊ってん。もう完全にピンポイントで踊ってたんやけど、ちょっと油断しましたね。あ、もうこれ1点だみたいな。来た、クリバリ。よっしゃ、いいぞ。強いな。そのパスはいただけない。なんか変なとこに出たな、今パス。確かになんかね、違和感みたいなのは感じるんですよね、今週。AI バカになったってみんな騒いでますけど、確かにその兆候というか、なんとなく分かる気がします、僕は。本当かどうか分かんないですけどね。なんかいつもと違うなというのは。先週そういうのを感じた時あったんで。ああ、取れたい。取れない、取れない。取れる、取れる。これいける。さあ、カウンターを仕掛けます。これ仕掛けるか。いけるな、これ。よし、ナイス。ナイスじゃないよ、それ。お、大丈夫、大丈夫。落ち着け。落ち着けってペペ、落ち着いて。うわぁ、親の敵みたいなの打たれた、今。危なかった。だしね、復讐はね、復讐を呼びますから。はい、復讐にね、復讐で返してたら、ね、戦争はね、終わらないんですよ。頑張っていきましょう。よくわからないこと言い出したから。いくよ、ナイス。まずいまずいまずい、それは。いやー、ちくしょう。クリバリー。あ、パスが雑。あ、まずい。クリバリー。ほら、強いな、ほんまクリバリー。いいよ、ほんと。嬉しいぜ。あー、ちょっとパスのね、出しどころ。ミスったな。オッケー、ナイス、ムバッペ。オーバーメイン。うそーん。止めてくる、これ。普通。止めてこれるやつか、今の。あー、ごめん。もう、パスに頼るのやめよう。人に任すのやめよう。自分がっていう気持ちもと、俺がっていう気持ち、俺が。さすがにね、クリバリはやります。おいおいおい、大丈夫か。今なんかやられたら見えない力がなんか発動しとったぞ。よっしゃ、ナイス。教授もね、俺がなってきたらいいよ。我がおいしょ。ナイスだ。俺が行く。まあ、やばい。現時、おい、よし、ナイスナイス。おい、ちょっとカーソル折ってないわ。カーソルが変わらんかったわ、今。カーソル、まあ、変わんのが確かに変な気がする。あ、おい、教授やったー。絶対、あー、教授が来た。教授が来て、あぶね。おい、喧嘩すんな。ナイス。よし。オッケー、いいよ。そうなるよね。そう来ると思ったよ。取る。うおい、ごめん。うわー、危なすぎる。ちょっと、おい、出しとこう。ちょっとかなり押されてますね。しかもなんかあんまりチャンスないような気がする。分かれへん。あ、出る人来た。そうはいくか、お前。ちょっと待て。おい待て。ゲーム時いいよ、教授よし、ナイスナイス、教授しっかり追ってください、そこね、もうしっかりもう服つかめ、服よしよし、いいぞ。はい、前半終了、0対1ということでね、このまま頑張って後半いきましょう。はい、それではね後半戦やっていきたいと思います。まあ、前半はね特にやっぱり、まあ、新初起用のおいしょ、名前忘れたクリバリだね、すごい目立ってました、強いなみたいな、本当に強いです。おい、なんかこのおいおいおしゃい、いや来るでしょそれ、ああどうする、うい透明でない、よいしょ、あマジでそのパスかっちょいい、待って、うわ危な、やられたことあるな、こんなゴール前でね冷静に回されたらちょっと本当になんだちょっと違うな、なんだろう言葉今選ぶのおかしかった、気も冷やすわ、もうこの上か、オッケーナイス、オッケーいいよ、ほいほいほいミスった、しかしもうついてないわ、おい待って、うわピケ、よいしょナイスナイスいいぞ、オッケー、おちょっと球離れ悪いわ、球離れ悪い、危ね、おいしょ、なんかおかしい、急におかしなったみんな、わいわかんこれ無理無理、オッケーナイス、よっしゃ、行こう。よし。飯来い。来たぞ、飯。よいしょ。行こう行こう。これ決めよう。絶対決めよう。ほら。出た。オッケー、コーナーキックですね。今何分ぐらいやろ。もうそろそろ選手交代してもいい時間帯とか、もうびったしカンカンや、ここや。この時待っていた。ムバッペに変えて、誰だ、エルシャロイね。崩しのキーマン、現れる。メッシ下げて、1個下げて、こうチャロフとメルテンスでね、バリバリいきましょう、この2人で。ガンガンいきますよ。もうスパサブで勢いでね、点取りに行きます。ちょっと、チャロフ、調子乗ったな。あれあれ右利きの人いないじゃないですか、これ。しまった。俺が蹴るの？いや、ちょっと自信ない。ダメだよ。教授、ロナウドぐらいちょっと言わしてあげましょう。パンパンに、おっしゃ、ナイス。なんでね、これ。なんや、おかしい。おい、さら、動け。あかん。硬い。おい、ナイス。よし、落ち着いてね。さあ、サラへ。おっしゃ、よねるめしだ。よっしゃ、いいぞ。追加点。求めていた追加点がついに入った。さすが神。例えば前節というか、まあ、最終節やったっけ、あれ。練習でね、メッシがひげをね、なんか剃ってきて、かなり若々しいメッシになったんですけど、なんかもうすでにひげ生えてないかみたいな、おいしちょっと今のダイレクトいった方が良かったかもしれんけど、出さされたね、今のパスは。オッケーナイス、おいおいよし、いける、シャラフシャラ、うわ、長い、これがメッシのパス、天使のようなパスやったのに、ララララランドセルは、て、天使の羽みたいなね、今日分からへんけど、なんか後半になって、めっきりね、クリバリがいなくなりました。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。戦力としては無理に行く必要はないんですよね。あ、73分か。まあでもね、73分でまだ時間あるんでね、きっちりここは守り切ってというか、ゼロに抑えてね。まあとりあえずでもね、3点目取れば、まあ、相手の心もね、バキボキに折れるでしょうね。ということで3点目目指しましょう。やっぱりね、2点だけだったらやっぱり怖い。わあ、そうじゃないんだけどな。うわーっと、なんだこれ、なんか全然クリバリにカーソル合わへんの、さっきから。よし OK。 ああよし、ナイス球場。OK、 よい、それはいかんよ。そっちじゃないんだよ。今この右のね、サラ11番に出したんだよ。出したんだ。今のおかしい、ちょっと怖い。よしよし、いいぞ。時間は80分ぐらいあったか、まだですね。ただこれ、2人ともね、センターフォワード、背ちっちゃいんですよ。メルテンスとね、チャロフ。果たして、ちょっとこいつには勝てんわ。無理無理。違うやん、もう全然身長が。あれにヘディングで勝てっていうの無理ですよ。クリバリ、あっとクリバリ、わがな、クリバリ !OK、ナイス。邪魔やな、あいつ。さっきから。邪魔ばっかしやがって。おい、ちょっとそれ、コンビネーション悪いよ。おい、ナイス。よしよしよし。さあ、前線にドカンといく。いや、ちょっと目先のね、パスいきましょう、これ。直近のピケ。いいよ、現在時。おい、おい、なんこれ。いいぞ。今日の試合でアシストを記録しています。よし、ちょっとこれはオフサイドだな、さすがに。ちょっとこういうのがね、こういうの時間使われるの嫌やねん。時間使われるのって、まあ時間使った方がええねんけど、展開的にな。おい、よし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 。さあ、あそこ無理やったな。こっちやったらどうやろう。あっちはなんか、巨神兵みたいになった。チャロフの方がいいじゃない。オッケー。さあ、いいよ。オッケーよ。めちゃいい、めちゃいい。おらいやー、当ててしまった。出ないか。おっとちょっとこれ負けてる状態やったら嫌やな、今の。なんでこんな当たってちょっと時間使われるの、下船はみたいなとこあるわ。オッケー、チャラヘくらえ。よし、決まった、これ。3点目ですからね。もうなんか笛になってもおかしくないぐらいの時間じゃない ?87 分ぐらいか体感87分。89になってるわ。サイドけわが名はクリバリットけあ、無理よしよっしゃちょっと中二病わらず洗ってるみたいな感じになったんですけど大丈夫かな取れたから大丈夫ダメそっちじゃないんやけどなちょっとカーソルがなかったかカーソルじゃないわゲージはい、試合終了デブライネ、メッシ、チャラフの3発で、3対0危なげなく勝利をものにしましたいいですね、今日。まあまあ、本当になんか苦しい展開はなかったかなって感じしますね。いいですね、デブライネ。OMF ね、結構ね、いろんな選手ね、今作試してるんですけど、まあ一応、一番のお気に入りが僕、このケビン・デブライネなんですよ。ノーマルバージョンね FP やったらどんなに強かったかと思うんやけどあとまあエリクセンとかも割と好きですけどなんかねデブライネの方がいいような勝手なねちょっと印象があるんでとりあえず今日はまあデブライネ使ってみましたであと使うところでいうとイスコさんねイスコさんも結構お気に入りなんですけれどもなんかちょっと若干体が鈍いというか重いかなというところを感じる場面も多々あるんでまあデブライネ使えるんだったらデブライネ使いたいなってやっぱ総合値のさ何倍だろう87かなイスコさんでこのデブライネが91くらいやったかなまあ4ぐらいの差は結構大きいかなということでね、思ってます。まあ、あと OMF 使ってないところ、あとゴロビンとかもね、個人的にすごい使いやすかったという印象あるんですけど、なんかね、OMF 持ちすぎてて、なかなか使えないんですよね。で、あとはね、もちろんロナウドじゃないわ、マラドーナもね、マラドーナもあれですから、OMF ですからね。まあサブじゃないな、セカンドスカットの方ではね、マラドーナはね、OMF で使ってるんで、結構不動のね、OMF になってます。いやあと誰がおったかな、まあ、サブついたオフェンシブディフェンダーが欲しいなっていうね、気はするんですけど、どうやろう、なんかね、メルテンスとかをその位置で使うのはちょっと違うかなって感じははい、あります。はい、ということで、試合終了3対0ということでね、オンラインチャレンジカップもこれで制覇。まあ、ガチャ券があるんで、いや、どうしよう。次回行こうか、それは。ガチャ券と、あれ、レジェンドのね、ガチャ券もね、まあ、レベル1でしか手に入らないんですけれども、それもあるんで、はい、レート7上がって806ということで、そのガチャ券ね、次回回しましょうか。レジェンドのやつと、今回のイタリアンレジェンドみたいですね。あれ欲しいですからね、ロナウジーニョ、まあ、OMF ばっかりやけどな。その辺も欲しいんで、それプラス3連ぐらいガチャ回したいかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。